泉さんが一番怒っているという1位のニュースですね、政治資金規正法改正に溝ということですが、詳しく見ていきましょうか、まあ、VTR にもありました、野党側の要求、企業、団体献金の禁止、自民党側、触れず、政策活動費の廃止または全面公開、自民党側、使用した年月の開示、そして連座制の強化、自民党側、収支報告書について議員が確認書作成ということですが、泉さん、突っ込みどころはどんなところにありますか本当に情けないですね。うん もう35年ぐららい前からの議論です当時の自民党はまだ今よりましでやっぱりそこまでお金をかけないような政治をしましょうとかんとお金については国民みんなから政党交付金を中心にやりましょうとかガラス張りの政治とか。 三十五年前の自民党は、今よりはマシなこと言ってたんですよ。三十五年経って、今、本当に、本当にちっちゃなことしかやってなくて、本丸やってないですね。そういう思いをフリップ一枚にまとめると、うん、やっぱりどっち向いて政治をするかがポイントで。やっぱり、特に今は、国民は一生懸命頑張っても、生活きついですし。国民負担率と言って、負担する割合は、税金、保険料合わせても、五割近いわけですよ。もう、生活大変なんですよ。ちゃんと国民のために、成長してほしいわけです。にもかかわらず、政治家は。 国民を見ずにまさにお金の方を向く。 お金をくれる、まあ、企業団体献金をくれる方々のための政治をしてしまっていると私は思うのでこれ実はつながっていてそのまさにそっちを向いた政治をするから私たちのある意味その負担してるお金がそちらに消えてるから国民の方の施策が薄いんであってじゃあつながってる話で企業団体献金を隠居する政治というものはどうしても一部の方々のための政治になってしまうので国民みんなのための政治になりにくいので私はやっぱり少なくとも企業団体献金の禁止ぐらいは。 もうフランスもやってますし、他の国やってますから、最低限これぐらいだと思いますけどねこれだから、泉さんはね、政治にお金がかかるという、その政治家が言う常識を鵜呑みにしてはいけないということを、普段おっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱりあの、まあ、大物議員ばっかりインタビューしてるからやと言われたらそうなのかもしれませんが、うん、政治家の多くは、企業団体献金とか、やっぱりパーティー券ないと、政治って成り立たないよって言うじゃないですか。嘘です そんなもうちょっと丁寧に言うと、うん、政治に金がかかるとよく言われますけど、はい、政治じゃなくて選挙に金がかかるじゃなくてかけてるんであってかけなくても選挙はできるんですかけた方が得なんです。 で実際政治ということを政策というと政策を作るのにびっくりするお金が政治家個人の手元にいるわけがなくて、うん、優秀なスタッフも揃っていますから、うん、政策立案にはほとんどお金がかかりませんということは衆議院議員経験者です、うん、政党交付金だけで政治というのは成り立つと思いますか当然ですそんなの、うん、だって昔は政党交付金がありませんでしたけど今は一年間に三百十五億円もの税金から政党交付金が出てるわけですからそれで政治をやればいいだけのことでそれ以外 に企業団体献金はいりませんしパーティーの収入で稼ぐ必要もなくてそのお金がまさに裏金とか例えば選挙対策に使われてるんでだから選挙に金をばらまくような選挙をいつまで続けるんですかと本当に思いますけどね立川さん自民党の修正案はどんな印象を持たれましたかいやもう論外ですだから野党は絶対にあの寄り添っちゃダメですよ寄り添うことをすることによって自民党がまたこのいい加減な政策のまま行くわけですよね でね、僕は泉さん、あの、お話を伺っててね、あのー、やっぱり石井幸喜さんを思い出すんですよ。あ,あ、私のもし、はい。本当で、私も石井幸喜さんに、若い記者の頃、本当にいろいろ教えていて、もう今時珍しいぐらいの国会議員ですけど、もう、もう、本当に不正を暴こうとして、もう、いくつかの不正を暴いているわけです。私もいろいろ。 そういう議員もいないんです今本当にいないですよね。<laughs> それさえ言い過ぎです。議員の中にもここらる議員もおられますけど <laughs> 多くないっての近いと思います、ね。でもね <laughs> やっぱりそれがちゃんと機能してないですよね。だからそういうことも含めてね野党は今本当に正念場でしょ。だから野党はここで自民党に寄り添うようなことは絶対しない方がいい。いこれはね企業団体献金もそうです。政策政策課とおり法律的にはねもう本当にグレーですよ。アウトアウトの寸前を つまり例外規定を設けて許しちゃってるわけこのまあ、さにこれも政策活動期というけど実際上は政策に使ってないんですよ実際は選挙対策とか地方議員にお金配ったに使ってるお金で人に言えないお金なんですよそれを政策の荷文字で騙されたらだめでそんなそもそもいらないしどうしてもというんだら全面後悔すればいいだけのことでちょっと胸を張った政治してほしいですけどね本当に泉さん過去には永田町の政治家は全員いらないとおっしゃったこともあると思うんですがうん、うん、今日はちょっとフォローに回りましたね あでも全員ではありません、えっと、しっかりと頑張っておられる政治家は現におられます <laughs>、はい、で地方の選挙だと心ある方が立候補してやっぱ選挙通っていってその町のトップになったりもどんどん広がっていますから可能性が広がっていってますただ永田町の昔からおられる、まあ、よく言う俗に言うマスコミが一緒に飯を食べたり情報を得たりする古いタイプの政治家が、まあ、どうかしていると思いますからそうじゃなくて心ある方にも取材したらいいと思いますけどね。これ、まあ、マスコミのの取材の 方とかテレビ局と政治家の距離というのは今の泉さんのあ言葉というのもわれわれ真摯に受け止めて参考にしていかなくちゃいけないですけど、まあ、テレビ局ね、ね日本で民放だけでも120局以上ありますからみんなそれぞれの局がそれぞれの試行錯誤をしながら番組作っているのでマスコミがテレビ報道があって一括りにされるとちょっとうわ思いますけどテレビの一部にしますけど、はいまあ、こ今日はねこんな私を呼んでいただいて生 <laughs> もう勇気ある本当によよんちゃん TV っていただ、私もいろいろ出てますから言葉選びますけどなかなか 中皆さん、まあ、遠慮がちですねで特にやっぱり政治部の方々や OB の方が取材対象が昔ながらのお金を使う政治をしている方々に取材するからそういう頭になるんであってそうじゃなくて頑張ってる方も現にいますから。 ちゃんとそちらにもフェアに取材をして両方取材をして両方の選択肢がありますよというふうにそういう意味では、まあうん、今日は泉さんにそういう1つの選択肢っていうのを提示してもらって、うん、それはいいと思うんですけども、うん、じゃあこれ聞いたときにやっぱりそのお金のかからない政治やってほしいなとかクリーンでやってほしいなっ,てやっぱ多くの人が思うと思うんですが、うん、じゃあ私たちとか今テレビを見ている人たちはこれ聞いいいてどうしたららいいと思うんですよ、ね、だ,だからお金を配ったり秘書がいっぱいいてビールをつに来るような政治家に入れなきゃいいんですよ。よ、うん つまりそうやってお金を配ったり市長をいっぱい雇って選挙に勝つからするんだからそういった方はもうご勘弁とそうじゃなくてちゃんと自分の気持ちをチラシにしてマイク握って語る言葉がある。 その人がやっぱり人柄としてある人を選べばいいんであってお金としがらみの選挙からやっぱり言葉政策と人柄というかその人の人物を見る選挙に変わればいいんであってそういう意味では本当に選挙次第だと思いますね、うん、まあ泉さんのように衆議院議員経験者で政党交付金だけで政治は成り立ちますという意見もあれば、うん、要は企業団体献金なんていらないという意見もあれば、まあ、やっぱり政治にお金はかかる、まあ、ゴールデンウィークも多くの衆議院議員が海外に行きました行ったその結果がわれわれにどう結びついてるのかしっかりリポートが出てない議員が ほとんどどですけれどもただ、その法改正するにしたってそれをやるのは国会なわけじゃないですかじゃ自分たちの首を絞める法改正が進んでいくかなっていうとやっぱり人間だから進んでいかないような気もする。逆に海外でその 政党交付金だけで政治が成り立ちますっていう事例って、なぜそういう動きに持っていけたんですかね。まあ、さっきフランスの例ありましたけど、でも、やっぱり世論が大きいと思います。世論、世論だし、もっと言うと、だから、トークですけど、やっぱり、ね、マスコミ報道のあり方が大きいと思います。うん、マスコミ報道がどういうスタンスで報道するか、ちゃんと国民の声を受けて、国民のスタンスで報道すると、世論はそっち側に行きますし。まあ、政治家の古い政治家の言い訳とかを報道ばかりしてると、みんなそんなもんかな、しょうがないかなと思うんであって。やっぱ、そういう意味で、やっぱりマスコミの。 ま新聞、テレビ含めいろんな局やいろんな市があってでそこにもいろんな番組がありますのでぜひテレビをご覧の皆さんにもそこを吟味していただいて、うん、我々もそういう厳しい視線が向けられているということを理解しなくちゃいけないと思います。うんはい